どうも激辛ラッチョニーです。今日もみんなの人に気をつけてください。やってきました。はい、今夜は調布にいるんですけども、今回は家系激辛ラーメンになります。今日のお店がですね、マシマシサブローの調布南口店さんに来ております。ここはね、もう家系ラーメン屋なんですけども、本当にこうニンニクをふんだんに使ったラーメンなんですけども、ニンニク入れますかとか、それ以外にも唐揚げやら丼物、はい、まさにこうスタミナがつきそうな、男気メニューになります。男気つけ麺といわれる激辛メニューがありますので、このマックスレベルの辛さに挑戦していきたいと思います。マシマシ。さあ、早速中入ってきたんですけど、こちらね、もう頼んだんですけど、こちらもう無料トッピングで、背脂と揚げと野菜増しが、できます。本当にボリュームたっぷりですね。うわ、これ楽しみですね。増し増し。あ、来ましたかね。あー、こちらイケメン、マックス変更になります。あー、ありがとうございます。大変お疲れになっております。お付き合ってください。うわ、すごいな。お好みでですね、ニンニク、生姜とご利用ください。お好みニンニクで、はい、あー、来た。いただきます。さあ、マシマシさんの男気マックスつけ麺、12からお手並み拝見ですよと。ものすごいぞ、この迫力感。入ってる具材はもやし、キャベツ、そして分厚いチャーシュー、うまそう。あとこれ天かすですね。はい、もう麺が見えないぐらいこれ野菜が増してあります。スープからいってみましょうか。うわ、すごい、なんだこの膜、膜めっちゃ張ってるな。また沢尻被告は逮捕後の警視庁の調べに対して、 NBNBA と LSD が死んだ。この濃厚な味わい。じゃあ麺を早速つけていきましょうか。これはうま辛いな、この味は。これうまいわ。しっかりこの唐辛子の辛みがピリッとくるんですけど、その後に味噌豚骨のベースのスープの風味がぶわーっと広がって、これうまいな。ちょっとドロッとしたこのスープがよく麺に絡みつきます。これはたまらん。これ最高だな。家系の激辛のうま辛を、うま辛って感じ。午前8時過ぎの東京都心、どんどん降り続け、あっという間に一面銀世界。雪が最高だな。そしてじゃあこの大ぶりのチャーシュー、石川県チャーシューいきましょう。これこれじゃあ、これいただきます。今日は他にも、うん、島根県の厚木市でも初雪を観測しました。チャーシューうまいね。とろける。チャーシューは甘がみでなくなっていきますね。この辛みがより食欲を上わきたてる。食欲も増し増しです。これ好きだわ。そして青を、麺はちょっとこれ太めな感じですかね。太めで量も結構ありますよね、これ。揚げがまたこのサクサクの食感で楽しいですね。辛みで汗が一気に吹き出し、そして箸が止まらない。恐るべし男気つけ麺よ。これは絶品だ。麺も3分の1でしょうか。このつけ麺にぶち込んで、かき込んでいきたいと思います。そしてこちら、ニンニクトッピングをして、さらにスタミナをつけていきたいなと思いますけど、やっぱ家系といったらニンニクですよね。これたまらんと。はい、ニンニクを入れることによってね、辛さレベルが 0.5 ぐらいちょっと上がりますね。もうすごいボリューム、大満足ですよ。ごちそうさまでした。
それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。マシマシサブローさん、調布南口店さんの、男気マックスつけ麺、これ辛さ12から辛さレベルじゃらじゃん、辛さレベル 5.5 でーす。おめでとうございます。 5.5 です。つけだれのスープが非常に濃厚な豚骨味噌のベースで非常にこう美味しく、なおかつね、麺も太麺がようこう絡んでね、めちゃくちゃ美味しかったです。野菜もマシマシ、ボリューム満点、チャーシューも分厚く柔らかく、お腹も気持ちもマシマシでございます。一日ね、これだけ食べればいいんじゃねえかっていうぐらいお腹パンパンです。調布駅から、結構近いところにありますね。ぜひ行ったらマニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかも更新してますね、フォローお願いします。ニンニク最高ですね。煽り運転をすると即免許取り消しも、お口の匂いもマシマシ。